長澤まさみさん主演の新月10ドラマエルピス、日本での放送に先駆けフランスカンヌで世界初上映。レッドカーペットにドラマのキーパーソンを演じる三浦透子さんが登壇しました。夜のレッドカーペットっていうのはすごい新鮮で、はい、いい経験になりました。日本を舞台にした作品って、たくさん海外で見られるものってあると思うんですけど、本当にリアルな今の日本の映像の現場だったりとかっていうものを一番感じてもらえる作品なんじゃないかなっていうのはすごく思います。上映会では堂々たるスピーチ。実は今日初めて完成したものを見たんですけど、なんか純粋に物語に集中して楽しめたなっていうのがあって、なんかそれは本当にこのドラマの力強さなのかなっていうのは、はい、実感しました。 Very good story and the actors were perfect, excellent. I loved it. And I actually really enjoyed the show. I would love to watch it in South Africa and I'll tell all my friends to watch it about watch the show as well. 心を解放するパワーのある場所だなっていうのを改めて感じてます。なんか冤罪事件とかっていう、こうセンシティブなものをこうメディアで扱うっていうことの難しさとか、そこで戦う女性の姿とか、本当に強い気持ちとチャレンジがある作品だなっていうのを実感しているので、ぜひ見ていただきたいです。よろしくお願いします。